さあやっていきましょうか。今回過酷です。マシンピストルじゃないや、なんて、あれピストルハンドガン、あれタイトル忘れちゃった。タイトルじゃねえ、忘れた、まあ、とりあえずね、これでね、あのちょぽ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 ちょっとずつね、まあ、ただ攻撃範囲は広いから、まあ、なんとなくね、こう外してたとしても、まあそれなりのダメージは受けてくれるんじゃないかなと思うんだけど、そもそもね、ここに出てくるさ、なんかあのこのゾンビチックなやつ、これあれ、こいつ女しかなかったはずなんだけど、なんか男も出てきてるんだけど、まあそれはいいや。そうそう、こいつを始末するのにも 3,4 発必要だから、破壊力としては相当低いと思うんだよね。だからまあ攻撃範囲が広いから相手をひるませることができるだろうも、うん、なかなか、ほら、めっちゃ生きてるでしょ。カチャ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 って言ってるけど、大き、え、ちょっと、まだ生きてる、起き上がってきた、と起き上がってくるの、まだ立ち上がる。わー、頑張るじゃん、ジョー。じゃあ行きましょうか。さあ、で、この、なんかよくわかんない空洞したたる世界でね。さあ、お前の心が崩したら、ほら、爆発しろ、青春が爆発じゃ、おら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 、バイトガイがやってきたぜ、おら、芸術爆発じゃ、岡本太郎もやってきたぜ。しかもこれ一発一発入れていくっていうのがなかなか大変だったりするんだよね。パコ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 やってきてるさ、もう本当に、ね、まるであの誰かのね、発射、いやー、ブレ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 、あぶれ、よし、さあこれで引っ込んだ。あれ、ちょっと待って、意外と、あ、違うな、違うな、あれ、ちょっとなんか見たことないパターンと、あれ一回始末したら、あれ、ちょっと待って、見たことないパターン来た。痛い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 
あ、キーコントローズが真に一つとなると、あ、やっぱ違うな、あ、またこいつか、再び蘇る、私は100年待ちわびた、100年だ、ちょっとしたこれ休憩時間、今日この日のために、あとどんくらいこいつ、これでもまだ分かんない、あのポケモンとかみたいに上にメーター用意しておくんない、どんな姿に、あの結構なんだろうな、あ、いって、お前すこんだ、そういう飛んでくるパターンか、さっきまでそんなことやってなかったじゃないですか、これ回復アイテム足るかな、やばい気がするんだけどね、死にゆくだけど、お前がローズを手に入れてどうなるというの、ローズは俺の娘だ、何が起こったのか分かる、すげえ今俺鼻声だな、鼻が両鼻詰まってる、やばいな、ああ、さあ行くぞ、さあ行こう、お、飛んできた、長い、生意気、あ、それで撮ってるんで、こんなさあ行こう、サラサドラーになってる、危ない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 、あ、ちょめっちゃ地面が増えてる、暴れてる、暴れポンチ、暴れポンチ、時間切れだ、さあ死ね、飛んできたトッピングで避ける、ちょっと弾を装填しながら、私の娘のため、このから、あ、今度飛ぶパターンのやつね、はい、貴様のたまたまなんか、所詮偽物のたまたまだからの生殖能力のない玉など、ただの玉なのです。こっちが引っ下げているのはゴールデンボールなのだ。それによって貴様の娘エヴァじゃないや、私のローズだった。なんでエヴァを置いちゃったのか、違う違う。あ、落としてきた、そのパターンはちょっと読んでなかった。そうなると思ったら、普通形態1番の第一形態に戻りなさい。誰も愛せやしないんだ。目覚めなさい、飛んでくる。やばい、危ない。これ勝てるか、危ない気がする。さあこれで終わりだ、だからなんかもうさっきから同じことセリフいっぱい言ってんだよね、もう 100でも生きたらやっぱり語彙力がなくなるんだろうね、もうね、また飛んでら飛ぶの好きね、飛んだり足が4本生えたりもの世話しのない女の子はやっぱ嫌われるよ、ほんとどういった、おお、はい、爆発、青春爆発、あ、まだ偽物の弾引き下げて、俺まだ勝ち、おお、近い、100年分の加齢臭がどうなんだろうな、半端なさそうだけどな、とりあえずこれで来たら地面チュドンってやっていたらなんとかなるんじゃない、こっち、はい、 OK、 でもうちょいだろう、そうはいくか、そうだろう、 OK、 この隙間からさ、これなんか爆発してるけどさ、あいつにもダメージかかってるのもこれはやっぱり壁判定になっちゃったりするのか、やばいやばい、ちょっと待って、もう回復アイテムはそんなにないんだよ、まさかこんなに回復アイテムを使うためになるとは思ってなかったから、とりあえず地面を打って、その爆風によってちょっとずつ削りポンチ削りポンチ、やばいやばい、痛い、近い、臭い、加齢臭半端ない、100年分の加齢臭は半端ない、あ、弾がない、急げ、あ、引っかかった、狭い、サドラーのポジションくらい広かったらいいけど、よいしょ、OK、あ、このパターンか、オッケー、もう終わるでしょうよ、まだ長くない、お前しぶといものだ、吐き気がする、こっちの方が吐き気がしてる、貴様の加齢臭のせいでな、うわ、まだ生きてんのか、強いね、おばさん、やっぱ100年分の体力がそんなになるのかな、ああ終わった、あー、なんだかんだ一回やられちまったな、マジでつらかったな、本当に皆さん、これでやるなっていうのはもう無謀な挑戦なので、やらない方がおすすめいたしますでゴンス、さあとどめを刺して死んでよう、貴様の長い爪などネイルアートでくるくるくる、いて、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、一発が痛い、ちょっと待って、そんなの聞いてない、近い、くそ、口臭かけるな、ぶっかけるな、燃えてる、あー辛かった、大変だった、うまくやできた、ということでね、今回の戦い、なかなかの激戦だったじゃないか、死んだけどねっていう方はね、次のチャンネル登録ボタンとかグッドボタンでね、応援していただけたら嬉しいです。ということでね、また次回ね、もうあと3つか4つくらいだったかな、あ、武器残ってるんでね、それもね、また明日以降でやっていきたいと思います。ということで、最後まで今回も動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ローズを一目見て終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。さよなら。グッバイ。